緒に元気出してみる？雪見温泉に飾れそうね。ほらね、みんなの力を合わせればすぐに終わるでしょ。しもべ、ベロータの昔話は聞いたことがあるかしら。そうよ、あの時は言い出せなかったのだけれど、あの孤児院は私とも関係があるのよ。正確には私の一族と関係しているの。孤児院の支援をしているとは小耳に挟んでいたけれど、残酷なことが起きていたとは夢にも思わなかったわ。もっとしっかり把握しておくべきだった。今さら何を言ったところで何かが変わるわけではないけれど、その時見た大人たちと今見ている大人たちは違うということを見せてあげたいのよ。私のしたことではなくとも、過去の繰り返しは防ぐべきでしょう。あの子たちに2回も別れの苦しみを味わってほしくはないわ。だから私は必ずベロータを見つけなければならないの。ええ、ベロータが見つかるまで一緒に頑張るわよ。足首は怪我して、こんなことならミカの言うこと聞いとけばよかった。今日こそ最高のクリスマスになると思ったのに。初めてみんなでパーティーして、みんなでケーキも作って幸せだったのに。あ、ひょっとして私死ぬのかな。またクリスマスに死んじゃうね。ミカのことはどうしよう。おバカさん、また私の後を追いかけてきそうだけど、私がいないからってまた死んじゃったら。ダメ、それはダメ。同じことは繰り返さない。ミカを死なせたりしない。生きて帰らないと。生きて泣き虫のミカの涙を拭いてあげなきゃ。お仕置きしてあげる。少し待っていなさい。おじさん、早く雪見温泉に戻りましょう。
はしごの設置終わりました。まずは私が降りて道を確保しますね。その後はお姉ちゃんが降りてはしごを支えて。うん、わかった。じゃあ先に降りますね。下で会いましょう。次はミカとしもべが行きなさい。私が最後に降りるわ。はい。皆さん、私たちは二人とも着きました。下の道は思ったより広いです。でも気をつけて降りてくださいね。はい、これくらい全然怖くないです。頼もしいわね。じゃあ先に降りますね。ああ、思ったより高かったですね。ちょっと足が震えました。私はブランと一緒に道を捜索しますね。はい、お願いします。騒がしいわね。何かあったのかしら。いえ、ルドミラ、はしごが滑りやすいみたいなので気をつけてください。分かったわ、私も降りるとするわね。思ったより丈夫ね。おかげで簡単に降りられたわ。急ぎましょう。何が見つかったのかしら。これです。おじさん、これ覚えてますか。覚えてますよね。温泉でベロータがずっといたずらに使ってた雪玉です。ブランと道を捜索していたら木の陰にハートの雪玉が落ちてたんです。ということはベロータが近くにいると考えて差し支えないわね。はい、ひょっとしたら居場所を知らせようとしてわざと残してるのかもしれません。希望が見えたわね。このまま道なりに進むわ。しもべ、気をつけるのよ。リロード。今度は分かれ道ね。どうしましょう。両方調べるのは難しそうですが、二手に分かれるのはどうですか。やめた方がいいわね。このコードでは通信がつながりにくいし、バラバラに動いてまた天気が急に崩れでもしたら厄介だわ。二手に分かれるのはリスクが高すぎる。うんなら私とお姉ちゃんに任せてもらえませんか。
さっきも言いましたけど、私たちは幸運のウサギですから。それにありえない話だと思うかもしれませんが、お姉ちゃんと私は今まで一度も道を間違えたことがないんです。そうです。こういう分かれ道に出た時、私とブランが同じ方向を言えば正解なんです。そう、実に不思議な話ね。うん、今はそれが最善と言うしかないようね。幸運のウサギたちを信じてみれば、これ以上は悩んでいる時間も惜しいもの。はい、お姉ちゃん、1、2の3で同時に言うよ。うん、わかった。1、2の3。右。はあ、本当にぴったり揃ってましたね。すごく不思議です。じゃあ右へ行くわ。ブランとノワールって本当に幸運のウサギなんですね。見てください、またハートの雪玉があります。ラッキーです。やっぱりこっちで正解だったみたいですね。よかったです。さっきの分かれ道はやはり雪崩で地形が変わってできたようね。この案内板はパトロールの時に見たことがあるわ。反対側に行っていたら行き止まりだったでしょうね。じゃあこのままずっと進みましょう。左？これはベロータの信号弾です。右の方が気になります。ベロータの雪玉がありました。皆さん、あそこ、あっちに洞窟があります。早く終わらせてパーティーしましょう。少し待っていなさい。装填中です。おじさん、早く雪見温泉に戻りましょう。ホッキョクグマよ。ホッキョクグマがいるなんて。外に出た方がいいでしょうか。その方が良さそうね。あの、念のためにホッキョクグマの脇を確認しちゃダメですか。危険すぎるわ。でも万が一の可能性があるので、ホッキョクグマの隣にベロータがいるかもしれません。私一人でも行ってきます。それは慎重に近づくので心配はいりません。わかったわ。もしホッキョクグマを起こしてしまったら私が注意を引くわ。行きなさい。はい、ありがとうございます。ホッキョクグマが目覚める前にひとまず出るわよ。どこにいるんでしょうか。はい、大丈夫です。洞窟は収穫なしでしたが、ここまでベロータの手がかりをたくさん
見つけたじゃないですか。探し続けていればそのうちベロータを見つけられるはずです。ベロータは生きてるって信じてますから、絶対に見つかります。間違いありませんですよね、おじさん。ミカの言う通りね。最後まで希望を捨てなければ、試練の時にも光は見えてくるものよ。私たちが必死にベロータを探しているように、ベロータも私たちを探しているかもしれないわ。はい、ルドミラの言う通りです。また頑張ってベロータを探し。今の声聞こえましたか？何も聞こえませんよ。私もです。私にも何も。あ、ルドミラ、聞こえました？ええ、どこかからかすかな悲鳴が小玉のように響いているわね。これきっとベロータの声です。レベルの違いを見せてあげよう。リロード。せかさないでちょうだい。三流にしては悪くない実力だ。いやあ、この先は崖ですが。皆さん、あっちです。なんてこと。遠すぎて声が届かないようね。なんとかして渡らないと。あっちに木の橋があります。ダメよ、あの橋は危険すぎる。私たちの重さに耐えられそうにないわ。でも行かないと。のおかげでもっとパーティーを楽しめたかも。そうだよミカ、そうやって笑わなきゃ。今年のクリスマスは笑顔で過ごそうね。ほら真似してみて、スマイル。これからのクリスマスも今日みたいにずっと幸せなはずだよ。間に合う。もっと体を早く動かせば。怖がらな
なければ、恐れなければ、ベロータを助けられる。私が助けるんだ。たまった疲れを温泉で癒すわよ。また死んじゃうんじゃないかって怖かったけど、私のこと最後まで諦めずに探しに来てくれてありがとう。ベロータ泣いてるの？ベロータ泣かないで。今日は一緒にいようね。死ななくてよかった。またミカに会えてよかった。通信まだ回復しないな。風も強いし霧も深いし。ミカ、道はわかる？全然。また遭難しちゃったね。私たち
さっきは生きてるって喜んだけど、また死にかけてる。うん、ベロータ、変なこと言わないで。私たちは死なないよ。もう一人じゃないから。うんうん、ミカの言う通りだね。あれ、ベロータ、あそこに小さな洞穴があるよ。あそこに避難しよう。遭難した時はその場からあまり離れない方がいいって聞いたことがあるし。そうだね、そうしよう。外にいるよりはあったかいはずだし。ミカ、え？ミカの顔、よく見るまで気づかなかったけど、あちこち腫れてるよ。超ブッサイク。うう、ベロータも同じだよ。ねえミカ、私を助けに来るとき怖くなかった？うん、怖くなかったよ。ボロボロの橋だったのに。うん、ベロータしか見てなかったから。それにベロータを助けられない方が怖いよ。かっこよかった。え、何か言った？小さすぎて聞こえなかったよ。一回しか言わないもん。うう、ベロー。あれ、ミカ、あれ見て、光が。あれは明かり？あ、やっと見つけた。ルドミラ！二人とも無事かしら？どうしてここが？言ったでしょ、必ず見つけ出すと。みんなで一緒に帰るわよ。あれ、いつの間に寝ちゃったんだろう。ルドミラにおんぶしてもらったところまでは覚えてるけど。私たちかなり寝てました。うん、ぐっすり。ミカは隣でいびきまでかいてたよ。うん、ベロータ、秘密だってば。帰り道は二人ともぐっすり眠っていたようだから起こさないでおいたのよ。ベロータ、足首は大丈夫ですか？うん、大丈夫。寝てる間に誰かがテーピングしてくれたよね。リペアセンターに行くまで不便だと思って私がテーピングしたのよ。あー、ありがとう。ふんふん。あれ、どこかから美味しそうな匂いがするよ。クリスマスパーティーをするためにいくつか料理を準備しておいたのよ。え、クリスマスパーティーは終わっちゃったんじゃないの？そうよ、だからクリスマスパーティーはまだ終われてないの。そうですね、花火はパーティーのクライマックスなので。きれいだろうな。手榴弾型の花火も打ち上げてもらえると嬉しいです。私は雪だるまの形がいいです。温泉に入って花火も見たいです。みんなそんな風に言ってくれるなんて感動だよ。よし、世界で一番綺麗な花火を見せてあげる。雪見温泉の一番広いテラスで打ち上げなきゃ。ミカ、準備はいい？うん、準備はできてるよ。いいわね。お姉ちゃん、温泉に入ろう。うん、
私も温泉で疲れを取らなきゃ。私も入りたい。ウンファも一緒に入ろうよ。断る。どうして一緒に入りたいのに、胸のことはからかわないから。頼むからその口を閉じろ。それにお前よりは。デルタはどうするんですか？雪で家を作ろうかと。ああ、スノーハウスですか？私も一緒に作ってもいいですか？もちろんです。では雪のブロック作りをお願いできますか？頑張ります。それじゃあクリスマスパーティーの続きを楽しみましょうか。